プレイバイメールのタイトル一覧は、日本で過去に運営された、現在運営されている、プレイバイメールの一覧。基本的に、商業ベースで運営されたもののみを企業別に記載し、同人、PBM などは含まない。郵便媒体をメインとしたもののみを記載し、プレイバイウェブは含まない。以下の作品は、PBW にも分類されることもあるが、エルスウェアの分類ではあくまで、 メールゲームであり、郵便による紙媒体でのサービスも行っていた。同社の他のゲームとは異なり、サブタイトルは存在しない。同好会を作ってを正規の部活に昇格させる。生徒会の一員になる。革命やクーデターを起こす。など、女神たちの目視録は前半。狼たちの決死権は後半につけられたサブタイトル。AB 正式な表記は、 ネットワーク RPG シナリオ。例えば、クレギオン1の場合は、ネットワーク RPG クレギオンシナリオ1はるかなるアーケーディアが正式なタイトル表記である。PC は、最初から貴族にはなれるが、貴族の子息や子女、あるいは一代限りのジェントリーか名誉貴族で、爵位や領地は有していない。例えば、利が0%になると超科学の産物である。 サイボーグは機能しなくなり、サイボーグ化した PC は死亡してしまう。幕末の歴史的激変を再現すべく、途中ゲーム内時間で3年間のインターバル期間が1回あり、第1部は PC が歴史を変えて立場を固める準備期間。第2部が新たな歴史を創造するのが目的だと推奨されていた。医師演技スタートブック PQ。前作の PC たちの活躍は、 歴史上の出来事になっているが、前作で PC が建国した国家が存在していたり、PC が開発した新型艦が普及していたり、aupc が NPC 化しての登場もあった。ありがとうございます。